はい、ちょっと前の話なんですけども、麻生財務大臣がね、まあいろいろ記者さんにインタビュー受けて、つまんないこと聞くねとか言われてましたよね。あれって結局どんな問題だったんですかね。今思えばね、私はね、つまんない人につまんないこと聞くのは当たり前だと思いますんで、面白い人には面白い質問するんじゃないかなと思うんですよ。ということは麻生財務大臣、つまんない人と捉えられているのかなというふうに仮説を立てちゃいそうなんですけども、家庭の話には答えませんって言われそうですよね。でも家庭の話に言及しないとすると、一体財務ってのは何を考えてやってるんですかね。だって財務会計ってのは、もしインフレになったらどうしようとかね、もしデフレになったらどうしよう、もし金融危機が起きたらどうしよう、もし通貨の信認が損なわれたらどうしようと思いながら、もし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 の積み重ねで対策立ってると思うんですよ。財政論立ってると思うんですよ。家庭の話しないってなると、一体麻生財務大臣普段何やってるんですか。それこそつまんないこと言うねって話になっちゃいますね。いってらっしゃい。